こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。外国人投資家が1兆ウォンを売りに転じ、ウォンが急落し、それに伴いコスピも急落し、急激なウォン安ドル高になっているようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。個人・機関投資家の買い手、外国人投資家の1兆ウォン以上を売り越すサムスン電子、ハイニックス半導体の下落傾向が続く。総合株価指数コスピが 1% 以上下落している。業況への懸念によって投資意見が下方修正されたマイクロンの影響などで、時価総額上位銘柄のサムスン電子と SK ハイニックスの下落が続く影響とみられる。米証券市場での雇用改善や物価高騰を受け、米中央銀行の連邦準備制度の通貨政策の変化の可能性が浮き彫りになったこと、急激なウォン安ドル高なども負担になっているとみられる。マーケットポイントによると、午前10時基準のコスピ指数は全取引日比 37.17 ポイントマイナス 1.16%、 安の 3171.21 で取引を行っている。3205銭から下落出発した3209銭まで上昇転換を見せたが、すぐ下落転換して3167銭まで滑り落ちた。終値で3200ポイントを突破したのは5月28日以降約3ヶ月ぶり。需給別では個人が7867億ウォン、年金・基金などが596億ウォン、金融投資が2141億ウォンを買い付けるなど、機関が2667億ウォンを買い越している。外国人投資家が1兆661億ウォンを10売り渡り中だ。プログラム売買は差益と非差益を合わせて5281億ウォンの売り優位を見せている。それではネットの反応です。外人の遊び場だね。今年は面倒、今日は全て忘れる、金利が上がらないからウォン整理してるんだよ。外国人に無限大空売りすることを許したじゃないか。これからも3年間は罵倒ばかりするつもりだ。もう急下落の始まりではないか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録・高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。